駒ヶ根市にある人気のパン店。1994年創業で、およそ30年、地元の人たちに支えられて店を続けています。自家製の酵母を使ったパンなど、独自のこだわりでファンを増やしてきました。店頭にはアイデアあふれるパンが80種類並んでいます。メロンパン、牛乳パン、クリームパン、大好き。美味しいんですよ。天然酵母で、秋が来ないですね。甘くなくて。パンは毎朝6時から2人の職人で仕込みが始まり、次々にこねていきます。昼過ぎからは翌日の準備が始まるサイクルです。ふんわりとした焼きたてパンですが、当日に売り切れない場合、翌朝には半額にして販売することにしています。それがパンを廃棄する、いわゆるロスパンを生む悪循環になっていたといいます。前日のロスが残るとお客様がそっちを優先に買うので、結局当日のパンが残ってしまって、また安く売らなきゃならないということなので、ロスパンを生まないためにはどうすればいいか、そして自分たちが作った美味しいパンを多くの人に食べてほしい、店の願いが形になったのは3年前のことでした。ロスになる前に店ではパンを冷凍しています。昨日はよく売れたのでロスが少なかったんですけど、多い時にはこれの 2,3 倍になってしまう時もあります。一生懸命作ったものが売れずに、お客様の元に届かずに捨ててしまうというのは、はい、と半額でお店で売っていたんですけど、リベイクさんだと 30% オフなので、収入の方でも助かってはいます。東京墨田区、下町と呼ばれる地域の住宅街にリベイクの運営事務所があります。全国のパン屋さんからロスっていうものが毎日こう天候の影響とかいろんな影響で出てしまうものがあるんですが、そういったものがを全国の欲しい方に予約をしていただいて、でパン屋さんはロスが出そうなタイミングでその方々に送るということで、全国のパン屋さんのフードロスの問題を解決するというサービスになっています。リベイクは全国のパン愛好家にネットで登録してもらっています。その数十数万人。一方、パンの店は全国で実に1000店登録。長野県内では26店舗が登録しています。廃棄が出そうになったら、予約していたユーザーにパンを冷凍して発送する仕組みです。長野は全国でもかなりパン屋さん、特にすごくこだわっているパン屋さんが多い地域なので。松本市でおよそ100年の歴史を持つパンの専門店、スイート。松本地域で4店舗を展開しています。県内のパンの歴史を見つめてきた店でもあります。できるだけ豊富に出すっていうのは、おそらく70年代後半くらいからはしっかりそうなってると思います。長野県の環境、風景で理想的なパン屋さんをやりたいって人は多いように思います。上美濃地郡小川村。この小さな村に去年の秋、パンの店がオープンしました。店主の広田さんは地域おこし協力隊で小川村に訪れ、そのままパンの店を開きました。まあ、最初の頃はちょっと分かんないので、まあ、早めに売り切れてしまったりもあったんですけど、最近はまあ、残ってもいいから夕方までちゃんとあるように作るっていうのが多いですかね。村でたった一軒のパンの店は、180年以上の古民家を改修して作り上げました。パン作りは毎日朝早くから始まり、国内産の小麦や北海道のさくらんぼを使った酵母など材料にも独自の信念を持ちます。いただきます。もちもちして食べ応えのある生地です。
これは1個でも大満足です。小川村にはおやきやすいとんなど粉物文化が残っていて、パンの店は受け入れられやすいと考えています。すごく感じたのが、粉物文化がこんなに根強い場所ってあるんだなっていうのが、1日1食は粉を食うって、そんなに麦を食べるところって他になかなかないと思うんですよね。多い時で300個を作る時もありますが、昨シーズンの冬は雪が多く客足が遠のき、100個余りのロスパンになった苦い経験もありました。こうしたことから4月にリベイクに登録したところ、1ヶ月でおよそ30件の利用がありました。やっぱり嬉しいですね。このリベイクに登録したことで、これまで知らなかったお客様ともつながれますし、結構リピーターさんも今もういらっしゃるので、今後もこうやって続けていけたらいいなと思っております。あ、もう男女比は、もう99対1ぐらいで女性ですねでその職人の方の思いも、やっぱりその素材を使ってるっていう思いもたくさんあるので、こだわりが伝わってくるっていうのは、すごくやっぱりファンを生み出す原動力なんじゃないかなっていうふうに思ってます。普及したネット社会と宅配網の整備がロスパンを減らし、全国のパン好きとこだわりの店を結んでいます。